皆さんこんにちは。今回はメントスコーラレイ CTU クーラーセカンドの余談編です。本編で紹介したダイレクトやチャージなどのメントスコーラレイ CTU クーラーをどういう流れで製作したかや、うまくいかなかったので本編では紹介できなかったコントロールとピュアについて紹介します。あと今回の製作でコーラをどのくらい使用して回収した量、廃棄になった量がどれくらいあったのかも話します。まず動画の初めに前置きとして、本動画ではメントスコーラのことを MG と呼称します。メントスコーラを英訳するとメントスライザーだったので、その頭文字で MG です。あと今回の制作したシンプル 1.1 やシンプル2、ダイレクトなどをまとめて第2弾、以前制作したものを第1弾と呼びます。今回の第2弾は第1弾の経験をもとにしたので、本動画で紹介する制作の流れとかはその経験がもろに影響しています。ちょいちょい第1弾の時の話が出るので呼び分けです。こんな感じで進めるのでよろしくお願いします。じゃあ第2弾の制作の流れから話します。先ほど話したように第1弾の経験が制作の流れに影響したんですが、その経験というのが本編でも話した水冷システムに気泡が混ざったとかいう問題の他に、コーラ噴出とかいう案の定みたいな事故がありました。第1弾ではぶっつけ本番で MG レイ CTU クーラーを作ったので、動作するか以前に安全かどうかそのあたりをチェックしていませんでした。精密な電子機器の PC パーツにコーラをかけるとか、起きた瞬間に終わったってなるくらいに肝が冷えます。そんな思いはもう十分なので、第2弾では PC を使った動作確認の前に、水冷パーツと MG 現象を発生させる装置のみの動作を事前にチェックしておきました。できる見通しが立ってから本編で紹介したような PC を使っての動作確認をした感じです。なので第2弾では PC パーツにコーラがかかるなんてことは起きませんでした。事前チェックでは動作確認のついでに構造検討も兼ねていたので、一つの MG レイ CTU クーラーでも複数回試しました。ダイレクトは2回、チャージは3回、うまく動かずボツになったコントロールとピュアはそれぞれ1回です。ちなみに本編で紹介したシンプル 1.1 とシンプル2は第1弾の流用みたいなもんなので事前チェックはパスです。最初に作ったのはダイレクトでした。 MG でコーラを直接水冷システムに流し込むというコンセプトの MG レイ CTU クーラーです。当初はコーラを貯めるタンクとして最初から上下にネジ穴が作られている市販のリザーバータンクを使う予定でしたが、容量が 250ml くらいとコーラボトルの半分くらいしか入らなそうだったので使いませんでした。すでに持っていたリザーバータンクはだいたい 300ml で、これも小さいと何か手頃な容器はないかなと思った時にコーラのボトル自体を加工することにしました。ただある程度面積があって平らな面がそこしかなかったので配管部品の取り付けができるか不安でしたが、なんだかんだでオーリングがついちゃえばしっかり密閉しながら付けられました。作ってみると案外簡単にできてしまったので、わざわざ準備したリザーバータンクがなんとも、付属品は加工ボトルの支持部品として使ったので完全に無駄ではありませんが、そのうち使う機会があるということにして今回はお休みです。でコーラのボトルを使うことにしたので、このボトルを水枕の真上につければコーラを直接流し込むって一目でわかりそうってことで、こんな見た目になりました。コーラ用のタンクは準備できましたが、問題は他にもありまして、コーラの充填方法です。最初は加工ボトルを設置した後にチューブを使って充填してみました。チューブをボトルの底まで通してコーラを注いだ時に泡立たないようにしようとしたんです。ですがチューブ内をコーラが通る時点で炭酸が抜けていくみたいで、注ぎ終わった頃には気の抜けたコーラになってました。というか今見返すと、加工ボトルを設置した後じゃなくて設置前にやればいいとか、ボトルを斜めにしてから直接コーラをゆっくり注ぐとか他の方法がありそうです。あの時はこの方法にとらわれていたようです。気の抜けたコーラにメントス棒が入っても大した変化も起きません。この時点ではダイレクトはできないかなぁと思っていました。じゃあ次のやろうってことでチャージに取り掛かりました。チャージで最初に作ったのは傾斜のない構造のものです。傾斜なしならフレームをダイレクトのまま使えたので楽でした。そういえば水冷システムの構造も本編のとはところどころ違います。水枕の入り口側、冷却水が水枕に流入する側の配管に電動バルブをつけています。 MG システム起動前にこのバルブを閉じて MG 現象で加速したコーラや冷却水の流れを一方向だけに使用しました。冷却水の色も緑です。本編では青でした。
どちらも水道水に食用の着色料を使って色付けしたものです。青と緑、どっちが見た目綺麗かなーって感じで比べてました。で、この構造での動作なんですが、MG システム起動前に水冷システムのポンプを停止して電動バルブを閉じる予定だったのですが忘れてしまい、MG システム with ポンプ駆動な動作になりました。予定していませんでしたが、やっちゃったのでこれはこれとして記録しておいて、やり直しでポンプ停止、バルブ閉、MG システムのみの動作を見てみました。全体的には違いがなさそうですが、有料ではポンプ駆動ありの方が良かったんです。 MG システムもポンプみたいなものですし、水冷システムのポンプと合わさってツインな感じで動いたんでしょう。そんなわけで本編ではポンプ駆動状態で MG システムを起動という運用にしました。結構行き当たりばったりでやっています。で、チャージで気になっていたのは、本編でも話した加工ボトルとリザーバータンクにおける水位の差です。加工ボトル内の冷却水は MG 現象の圧力で押し出されて、水位がどんどん低くなっていきますが、押し出された分、水冷システム的には冷却水の量が増えてリザーバータンクの水位は高くなります。まあ、リザーバータンクの水位はある程度高まるとオーバーフローして変わらなくなりますが、加工ボトル側は冷却水が押し出せる限り、低くなっていくので水位差は大きくなる一方です。で、水位差ができると、重力の影響で冷却水が加工ボトルに戻ろうとする力が強まるので、MG システムの押し込もうとする力と相殺しちゃう、なんて考えました。そこで加工ボトル自体を傾斜させて、加工ボトル内の冷却水が減っても水位の低下を抑えようとしたわけです。で、加工ボトルを傾斜させる際に、加工ボトルを支えるフレームも傾斜させることにしたので、最終的にはマザーボードも傾斜する感じになりました。PC パーツがないとあまり傾斜させた感がないように見えますが、PC パーツをつけるとだいぶ印象が変わります。マザーボードを傾斜させて設置した経験がなかったので、結構新鮮でした。割と好きな見た目です。と、そんな感想もあったりしつつ、傾斜ありでの動作チェックです。動作の見た目では違いがわかりません。流量的にも大差ない。一応、傾斜U の方が毎分 0.1 リットル大きいですけど、こんなの誤差みたいなもんでしょう。じゃあ傾斜のありなし、どちらを本編で紹介しようかってなりまして。構造がダイレクトに近くて作業的に楽な傾斜なしか、見た目が好きな傾斜ありか。そんなこんなで好きな方、傾斜ありの構造を選んだわけです。チャージはこんな感じで検討終了です。一方で先ほどは諦めていたダイレクトですが、チャージを考えている最中に一案思いついてました。それが本編でも紹介した配管接続してコーラを充填する方法です。これでコーラの炭酸をほとんど逃がさずに加工ボトル内に充填することができました。普通に注ぎ直すというのを飛ばして、配管接続なんてアクロバットなことになりましたが、普通に注ぐよりは炭酸を逃がさないと思うのでその点は優秀だと思います。で、動作的にも問題なし。本編で紹介したものと同じです。コーラの充填がうまくいったらあっさりとダイレクトも検討終了にしました。残りは本編で紹介できなかったコントロールとピュアです。コントロールは第1弾の余談編で紹介したタイプの続きみたいなものです。目標はメントスコーラの制御利用で、通常コーラにメントスを投入して起こす MG 現象を、メントスにコーラを注いで MG 現象を発生させ、コーラを注ぐかどうかを電動バルブの動作で制御、つまり MG 現象のオン、オフ制御しようとしました。MG 現象のオン、オフができれば CPU 温度と連動させて、より CPU クーラーっぽくなるんじゃないかという、できたら面白そうだな、みたいな感じで始めたものの続編です。なので MG 現象を制御したいという願望から、名称をコントロールにしました。第1弾では遠心ポンプとかエアポンプとか動力源を組み込みましたが、今回は重力で自然に落ちて、メントスの入ったタンクに注がれる構造にしました。タンクとコーラボトル、それぞれ内部の空気のある部分はチューブで繋げたので、電動バルブが開くとコーラが落ちてきて、空気がコーラに押し出されて、コーラボトル内に移動。コーラボトル内はコーラが減った分減圧して本来だとコーラが出にくくなるんですが、空気が供給されるのでタンク内がコーラで満たされるまでコーラは落ちる、はず。そしてコーラが落ちた先のタンクの中にあるメントスと反応して MG 現象が発生、そんな動作を狙いました。タンク以外の構造はチャージと同じです。
コントロールは MG システム部分が特徴的ってだけで、水冷システムはシンプルかチャージのどちらかを選ぶ感じでした。まあ気泡の流入がないチャージを選んでいます。順当というか当然ですか。作業の順番もチャージの後にコントロールを始めたので、フレームの構造を流用できましたし、ちなみにこの時の水冷システムの構造は本件と同じものになっていますね。ダイレクト、チャージの経験が活かされ、リザーバータンクを逆さにすることで水冷システム内にエアが残留、流入しても、ポンプまで到達せず排気できるという、試行錯誤の結果こうなりました。で、動作の方なんですが、電動バルブを開いても、コーラがそれほど落ちてこない。加工ボトル内には泡立ったコーラが入っているので、MG 現象は起きているようですが、燃料薬のコーラが供給されないと MG 現象が続きません。しばらくしてもコーラが落ちる気配がなかったので、一度電動バルブを閉じます。閉じると通気用のチューブ内に入ったコーラがタンク側に流れていくのがわかります。コーラボトル内の圧力が高まって、チューブ内のコーラを押し流したようです。ここでもう一度電動バルブを開いてみました。すると先ほどよりは多くコーラがタンク内に落ちてくれています。で、MG 現象を起こして、またコーラは落ちなくなりました。コーラを落とす重力と何らかの圧力による力が釣り合っているのか、コーラが通る配管内で気泡かなんかのせいで詰まっているのかわかりませんが、いずれにしても電動バルブを開けている間は MG 現象を発生させられるという感じではなさそうでした。その後何度かバルブを開け閉めして、バルブを開いた直後だけコーラ流入、MG 現象発生という動作を繰り返しました。MG 現象を複数回起こせるのはいいけど、そこまで活発な動作は起きていない感じ。ちなみに流量は十分出ていました。それでも MG 現象が連続してくれないと見た目が寂しい。ということでコントロールはボツになりました。次に作ったのはピュアというものです。ピュアはメントスを成形しないで、そのまま投入しようとしたものです。他は使用する配管部品の関係で寸法的に制約があり、メントスを棒状に成形して補足する必要がありました。ですがやっぱりメントスを成形せずに投入できた方が MG 現象は激しいんだろうな、ということで作ってみました。市販の容器を改造して、配管接続と未成形のメントスを内蔵できるようにしました。当初はピュア用に密閉容器を作ろうかと思ったのですが、いや面倒だな、と二の足を踏んでいて、そんな時にカッキンがついていてシーリングできていそうなこの容器を見つけたので、物は試しという感じで使ってみました。試しと話したように、結構簡単な構造、気泡です。メントスの投入気泡は、容器の蓋に袋を磁石で貼り付け、その袋の中にメントスを入れ、袋の口側も磁石で貼り付ける。この状態で容器を閉じて、袋の口側の磁石を外すとメントスが落ちるというものです。そうです、手動です。あとはこの容器内にコーラがあれば MG 現象が起きるという感じ。で、もろもろをフレームで固定して容器内にコーラを充填します。方法はダイレクトと同じです。最終的にフレームも固定しちゃって、あとは動作チェックです。電動バルブの動作に合わせて磁石を外し、メントスを投入。してみましたがコーラに変化が見られません。MG 現象が起きていないっぽい。というか加工ボトルの方から冷却水が逆流してきて、慌てて電動バルブを閉じました。どうやら容器が完全に密閉できていなかったようで、炭酸が抜けていたみたいです。おそらく充填の時から炭酸が抜けていたでしょうから、メントスを投入した頃には気の抜けたコーラになっていたんでしょう。やっぱりしっかりとシーリングした容器じゃないといけなかったようです。まあ配管接続の方法であれほど泡立っていてさらに密閉できていないなら、普通にゆっくりと注ぎ入れた方が多少なりともマシなような気もしますが、お試しなんでそこまで追求しませんでした。そんなわけでピュアも検討終了です。これで私が第2弾で作ってみたかった MG レイ CPU クーラーは全部試しました。今見返すと、コントロールとピュアは1回しか試していないあたり、諦めるのが早いんですが、実はコントロールとピュアでそれぞれ試したいアイディアが思いついたので、早々にやめちゃいました。ただそのアイディアもすぐにできるわけではなかったので、事前チェックで終了です。以降はすでに第2弾として投稿した準備編につながります。最後に第2弾で使用したコーラについてです。第2弾ではボトル内に残ったコーラを回収して、冷却水と混ざったのはそのまま廃棄するという形を取りました。これ自体は第1弾と同じです。で、第2弾ではどのくらいのコーラを回収できたか集計してみました。事前のチェックと PC も使った動作確認を通して使用したコーラは 7.5 リットル。
500ml ボトルに換算すると15本分です。今出ている写真は当初用意した分の10本なので、さらに追加して使いました。で、回収できた分はだいたい 5.7 リットル。7.5 リットル中の 5.7 リットルなので回収率 76.5%。逆に考えると 23.5%、1.8 リットル、500ml ボトル約 3.5 本分は冷却水と混ざり廃棄しました。第2弾とかやっておいてなんですが、どうやってもコーラを無駄にしてしまいます。今回はダイレクトとかコーラを送り込むことを目的としたものも多かったので、特に無駄が多かったんだと思いますが、いずれにしても MGレイCPU クーラーは損害はあっても実利はない。まあ、当然ですか。面白そうだからというだけで作り始めちゃったものですし。回収したコーラは今回も冷凍保存して、ちょいちょいチャーシューの材料に使っています。チャーシューが結構美味しくてハマっちゃったので、コーラのいい消費先です。冷凍してコーラの風味が変わっても使うのがチャーシューの材料、というか煮汁の元なのでわかりませんし。しばらくしたらこのコーラもなくなるでしょう。そしてなくなった頃に、多分、第3弾をやると思います。うまくいかなかったコントロールとピュアを再挑戦するつもりです。そんなわけで今回を含めて5回に分けて紹介した、第2弾 MGレイCPU クーラーはこれで終わりです。コーラが尽きた時に勝手に再開すると思うので、またその時にご覧いただけたら幸いです。ではではここまで長時間のご視聴ありがとうございました。さようなら。